エドウィン・ハーバート・ホールは、ホール効果を発見したアメリカ合衆国の物理学者。ホールは、ハーバード大学で、熱電効果の研究グループを率い、また多くの物理学教科書や、実験法についての著作がある。ホールは、アメリカ合衆国メイン州、ゴーラムに生まれた。ホールは、ボーリン大学を1875年に卒業した。 ジョンズ・ホップキンス大学へ進学し1880年に博士号を取得した。ホールは発見の発端となる実験をジョンズ・ホップキンス大学で行った。ホール効果は1879年物理学の博士論文の研究を行っている時にホールによって発見された。ホールの最初の実験は薄い金箔をガラス板に貼り付けて強力な磁場の中に置き、 磁場と垂直方向に通電した状態で金箔各部で生じる電位差を測定するというものだった。この実験の結果、磁場のない時には東電くらいの部分が磁場によって電位差を生じることが明らかとなった。ホール電圧は通電した電流及び磁場の強さに比例し、比例定数はホール定数またはホール係数と呼ばれる。ホール定数は物質の種類、 温度などによって決まる。1879年にホールの実験結果はアメリカンジャーナル・オブ・マスマティクス誌に発表された。翌1880年にアメリカンジャーナル・オブ・サイエンス誌とフィロソフィカル・マガジン誌とに博士論文として刊行された。ホールは1895年ハーバード大学の物理学教授となり、1921年に退職し、 1938年にアメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジで死去した。ホール効果は磁場センサーのホール素子として現在では多くの電子部品に応用されている。強力な磁場と低温の実験条件下ではホール抵抗が量子化した量子ホール効果が観察される。現在では電気抵抗の正式な標準を量子ホール効果によって定めている。ホールには 鉄及びニッケルの熱伝導性、熱伝効果の理論及び金属中の熱伝効果の不均質性について等の様々な現著論文がある。著書には等がある。ありがとうございます。